はい、ご飯です。よいしょ、2、3、4、赤山地下号受付です。の道の駅に到着です。正面が鳥です。いや、怖いぐらい真っ暗ですね。ちょっとトイレ行ってきます。はい、改めてこんばんはです。今ですね、道の駅南房パラダイスに来ています。時間は、2時15分ですね。出たのがですね、12時、ちょっと過ぎ、15分かな、半かな、ぐらいに出てるので、まあ2時間ですね、約2時間で到着しました。バッテリー、さっきですね、さっきとか朝充電したんで、バッテリー残量は光ってて見えないかな、100% になってます。で、スイッチを入れて、サーキュレーターを動かします。静音で、首振らない方がいいですね。はい、これで大した風じゃないな。これはもうちょっと強くするかな。中でちょっと一晩どれぐらい動くかを検証してみます。今は26ワット、見えますかね。これで何時だろう、6時間で持つはずですね。ではおやすみなさい。おはようございます。今7時14分、ちょっとご飯炊いてきます。下のインバーターのスイッチどこだ、見えない、暗くてわからない。これか、インバーターのスイッチ入りました。暗いか。炊飯をオンと入った。スイッチありましたね。さ、もう一回寝ましょう。おはようございます。あれ、雨降ったみたいですね。フロントガス濡れてる。ちょっととりあえず空気入れ替え。うわー、涼しい。おはようございます。はい、で、一晩つけてた、一晩でもないかな、6時間ぐらいですか、つけてたサーキュレーターなんですけども、現在見えるかな、暗い、 42% 残ってますね。一晩十分使います。よかった。ここで夏にも多少、役に立ちますね。で、炊飯器はというと黒いな、逆光か、炊けてます。で、保温になってますね。うん、いいね。炊飯器開けてみると、おー、ご飯炊けてます。いいですね。さあ、ちょっとちゃちゃっと食べちゃいましょう。で、これスキレット、一人でね、バイクでツーリングしてる時によく使ってたスキレットです。で、これからちょっと火を入れてきます。つくかな。きましたね。で、これを温めたら、昨日の夜セブンイレブンで買った金のウインナーを焼いて、卵かけご飯をやります。ウインナー4本しか入ってないですね。まあしょうがない。では焼いていきましょう。よいしょ、2、3、いい感じに焼けてます。よし、
とはこれを置いといて、よいしょ、焦げてる焦げてる、いい感じだ、いい感じに焼けてますね。ご飯をよそって、ちょっとね、ご飯に朝2合炊いちゃったんですけどね。まあ多いな、きっと。揺れてる揺れてるかな。よし。はい、ご飯です。卵ですね、赤卵。これも一緒にセブンイレブンで買いました。ごちそうさまでした。ご飯も、あ、少し残ってるな。ご飯とソーセージ食べきりました。なんか人の声がするんですよね。雨降ってきちゃいました。予報は曇りだったんですけどね。まあ、昨日の予報で曇り、今日の、おとといの予報では雨だったんですよ。ダメから曇りに変わったので、来てみたんですけども、雨降ってきちゃいました。どうしよう。よし、歯磨いていきます。外は雨です。もう完全に雨になっちゃいましたね。道の駅南房パラダイス、お世話になりました。まあ、道の駅といってもですね、売店があるわけでもなく、そのパラダイスがある、ための、まあ、駐車場みたいなものになってるんですよね。よし、じゃあこれから移動します。でもここいいとこですよ。昔来たことあるんですけどね、子供小さい頃、蝶々の、なんていうんですかね、放し飼いっていうのかな、あれは。蝶々の放し飼いみたいなハウスがあってですね、一年中蝶々が見えましたし、今はなくなっちゃったんですけどね。そっか、温泉じゃない、温室があったりとかですね。まあまあ、子供と一緒に来れば、楽しめると思います。怖いな。
これダメだろ、どう考えてもいけない、狭くて。あれですかね、これなんかそれっぽいな。ちょっと行ってみます。雨なんですよね。なんだろう、大砲、大砲っていうのかな、よく名前わかんないですけどね。これミサイルだよね。ミサイルじゃない、砲弾か。手を合わせてね。あ、これだ、立山海軍。読めないか、見えますかね、まぶしくわかんない。立山海軍砲術学校跡、ここがそうだったんですよ。あれで砲術、まあ大砲ですよね、大砲の練習したんでしょうね。はあ、手を合わせてありがとうございました。はあ、怒りだ。砲術学校跡でした。なんでローマ字なんだろう。横須賀、熱海、横浜。じゃあ車に戻りましょう。あんまりね、路上駐車っても車全然通らないですけどね。するとね、申し訳ないんでね。いや、小川が流れて何かいるのかな。いいとこだな。じゃあ次に移動します。いや、すごい切り通しだなこれ。駐車場ありました。どうやって行くんだ。赤山地下壕跡。駐車場の正面に気になったのは何なんだろう。これも地下壕。もう入らない。入っちゃまずい。やっぱこれもそうでしょうね。いい地下壕跡、現在地がここ。ピッピッピッと歩いてって行きましょう。天気良ければ沖ノ島なんかもいいんでしょうけどね。よし、じゃあちょっと歩いて行ってみます。あ、これが市民プール。大きいな、市民プール大きいな。おお、あ、結構人いっぱい入ってってる。子供なんかも入ってってるな。まあ、ゴールデンウィークですからね。車多い。
それもシミっぷりでかいな、これ。閉まっちゃってる？多分か。草生えてるから、あれなのかな。シミっぷり大きいな。あ、ここが駐車場だ。まだ人が何人か受付してますね。赤山地下号受付です。よし、じゃあ行ってみましょう。お昼かな。これなんだろう、なんだろう、硬い岩。なんか上続いてんの、なんか、あ、なんかあんのかな。これなんでしょうね、これね。よくわかんないけど、なんかあるんだろうな。上に続いてる、続いてないか。まあいいや、行ってみよう。赤山地下号跡、海軍5番目の実戦空港部隊として例えば海軍航空隊が作られました。それから1945年の終戦までの間、立山、現在地、あ、ほんの一部だけだ。閉められちゃいます。では行きましょう。なんだこの自立、自立か、自立発電所跡。あと4基と200分で、あ、あ、線が来てる。あれ？ここ。お、照らされてるのか。全然暗くてわかんない。あ、繋がってる。出口になってんだ。ああ、こういうふうになってんだ。ずっと奥までつながってる。すごいデボイ。もう止めながらのデボイ。
全然お電池ないんだ。おへえ、これとこいつ電池使えない、電池つかない。へえ、続いてますね。左右に分かれてる。へえ。こんな感じだ。全然分かんない。はあ。すごいね、地層が、まだ奥がある。この号はどれに使ったんでしょう。高速の号、格納号、応急処理場、自力発電所です。ああ、格納号だったんだ。地層がすごいよな、ね、古い釘が取ってる。古い釘、さっきの隣とつながってるでしょうね、奥で。ね。はあ。下ってる。この地層が。おお、応急治療所、あとこの辺りに病院施設があったという証言が出ています。金属のガンベットがあり、ブレーカーには治療対象になっています。そこに多分二段ベッドとかあったんでしょうね。ああ、何度もだけどよくあそこにくぼみがありますもんね。よく掘ったな。